こんばんは、ゆるのみキッチンです。今日はお盆ということでお昼に茶飯を炊きました。母の故郷沼津では仏寺にはお茶で炊いたご飯茶飯を食べるのが習わしだったそうです。受け継いだレシピを公開しますのでぜひやってみてください。それでは早速どうぞ。せーの、いただきまーす。さあ、今日はお茶飯です。お盆だからね。お茶で炊いたご飯、お茶飯、いただきます。すげえいい香り。お味噌汁から混ぜて。うん。ナスのお味噌汁。あー、おいしい。うん。いいね。うん。お茶飯。うん、絶妙な
完全マスターしたね。でしょ。塩加減がちょうどいいでしょ。うん、だし豆腐、だしは手作りです。だし作ったね。うん、うん、うまっ。だしの作り方は前載せてあるよね。あるある、前回とちょっとレシピは変えたけど、うん、これはこれで美味しい。うん、美味しい。とろろ入ってる。とろろもフードプロセッサー。全部フード。今回はちょっとラッキーにだ。美味しい。うまっ。じゃこ天とオクラとエリンギのガーリックバター醤油炒め。うん、うん、うまっ。今日はお盆ですよね。うん、お先祖様をお迎えする日。そうです。静岡の方ではさ、仏事の時にお茶で炊いたご飯に茶飯を出すらしいんだけどさ、普通に作っちゃダメ。うん、普通の日にどうなんだろう。まあいいんじゃないのかな。ダメってことはないと思うよ。これさ、冷凍してもいいけどさ、その時のうちに食べた方が美味しいよね、やっぱり。でもやっぱりさ、香りがね。うん、うん、まあサンゴが食ったらあれだからさ。まあ冷凍するしかないんだけど、なんか炊きたてがやっぱり美味しい。うん、茶飯に関して。そうね。炊き込みご飯とさあんま変わんないけどさ、茶飯は香りが命だからね。うん、はい、では今回はこの辺で、せーの、ごちそうさまでした。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の料理の PFC バランス表はこちらです。作り方は概要欄に書いてありますので、ぜひそちらもご覧ください。今回の動画が美味しそうだな、役に立ったなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。コメントもお待ちしてますので、感想や料理のリクエストなどございましたら、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。